市民からの苦情の処理、ボース上空の飛行制限によるマーケット商品の納入遅れ、下水道設備の修理について、女王陛下への贈答品の選定、アンセル神道での魔獣被害。もういつになったら書類の処理が終わるんですの？あら、おお、皆さん戻っていらしたんですか？お忙しそうですけど、お邪魔してもよろしいですか？うん、もちろんですわ。モルガン将軍からの情報ですね。早速伺わせていただきます。ご苦労様です。大体の状況は飲み空賊団によるハイジャック、そして身代金の要求ですか。思った以上に深刻な事態ですわね。遊撃士だってバレなければ他にもつかめたと思うんだけど。いえ、墜落事故ではないことが判明しただけでも助かりましたわ。これでボース氏としても対策が立てられるというものです。早速市民へのアナウンスと乗客の家族への対応を考えないと。大変ですね。ただでさえお忙しそうなのに。それが市長の責務ですわ。ところで犯人の正体は明らかになったわけですが、引き続き事件の調査と解決をお願いしてもよろしいでしょうか？もちろんそのつもりよ。私たちも例の空賊団とは一度やり合った因縁があるからね。遊撃士協会のメンツにかけて王国軍だけに任せてはおけないわ。うん、そうだよね。父さんのこともあるし、今度こそ決着をつけなくちゃ。どうしたの？難しい顔しちゃって。うん、いろいろとどう考えても信じられなくてさ。信じられない？あの父さんが空賊に遅れを取ったことだよ。ロレントに現れた連中だけで実力。確かにそれは言えるわね。あの程度の集団だったら先生なら軽くあしらえるはずよ。もうヨシアも確かに。エステルさんたちのお父様も例の船に話してなかった。恥ずかしながらそうなの。カシウス・ブライトっていう。カシウス・ブライト、今ひょっとして知り合いとか？直接の面識はありません。ですがお話は伺っていますわ。そうだ、これはひょっと事件何か。市長、父さんの名前が出たと。そうだね、なんとなく。市長さん。まあそれは置いておき、市長に一通り報告したことだし、ルグランジーさんが報告。おお、お前さんたちか。何か事件のことは分かったかね？重大な情報を手に入れたよ。空賊団カプー、これしか。遊撃。まあ普段はただ今回。まあこちらができることを地味。しかし近頃の強盗。しかし強盗とはまさか。言われてみ、ロレントで起きた。それが定期船。確かに。さてとギルドとこれからどう動くか考え、ただ飛行船や空賊団の行方をやみくもに探して、そんなことで見つかるくらいなら軍がとっくに発見してるはずだし。どうしたの2人とも。エステル、成長したね。これまでの君だったらしらみつぶしに探せばいいのよとか言ってそうなところだけど、まさかエステルの口からそんな言葉が聞けるだなんて。お姉さん感無量だわ。どういう意味よ、全く失礼しちゃうわね。確かにロレントとは違ってボース地方はかなりの広さよ。何か手がかりが欲しいところに。手がかりか。そうだ、さっき市長邸の前でナイヤルたちを見かけたよね。記事のネタには困ってたみたいだけど。確かに僕たちより一足聞いてみる価値はあると思うよ。あの二人どっ冗談じゃねえぞ。見つけはしたけどベロンベロンに酔ってるわね。取材拒否されたことがそんなにショックだったのかな。男のくせにだらしないわね。酒は飲むものであって飲まれるものじゃないのに。底なしの知らねえと一緒にされてもね。失礼ね。底なしっていうのはアイナみたいな女を言うのよ。あの女いくら飲んでも顔色変わらずに平然としてるしね。私みたいに気持ちよく酔っ払う酒飲みと一緒にしないでちょうだい。よく言うわよ。いくら酔っても潰れずにひたすら周囲を巻き込むくせに。シェラさんがザルとしたらどちらも底なしには違い。ここは目覚めたみたいってな。おいおい確か何はじめこの子たちのおいもしかしてあら光栄ね。若手遊撃となるとまあ市長さんくそあは何直接ならせめておまけにおいそんなに私たちメーベル市長さんマジうわどうか頼む。それマイヤルさん大かみ自分じゃマイヤルさんいろいろ言っておく。事件正しいわかっ、こちらが出せるネタ決まり。よしは最初のネタは西の方にあるラベンヌ村でのちょうど暴走事件があった夜。そらああ、だが実際軍なんだ。つまりだから言っただろ、こんなネタでも情報規制下じゃ集めるのに苦労したんだから。ご苦労様です。それでもう一つもう一つは噂最近を司令をま今回の事件。うんでも悪かっただがやええ空賊それ気におっくそれじゃよっぽどネタに困って追い詰められてたんだ。協力できてよかったよ。よく言うわね、ノリノリで交渉してたくせに。まったく人侵害だ。ギブアンドテイク一理あるわね。私たちが相手にするのはまっとうな善人ばかり。癖のある相手との交渉で私には向いて。あ、それよりもさ、空飛ぶ大きな影の話なんだか気にならなかった？ラベンヌ村の目撃情報だね。軍の調査が入ったってことは何もない可能性が高いと思うけど。でもその調査が完璧とは限らないじゃない。モルガン将軍じゃないけど軍確かにダメ元で調べてみる価値はあるかもしれないねあんたそういうことなら早速ラベンヌといい？あなたがハルトさん？ん？もしかして。うん。どうだろう。お願い。うん。よかった。参道には魔獣が多いっていうし。でも関所から先はどうするの？ああ、その辺りはギルドに手配。ルーアン支部のブレイサーが迎えに来てくれることになってる。それでこのまま出発しますか？いえ、一旦別れてどこかでまた合流しましょう。私たちもいろいろとうん、それで構わん。じゃあ西口で待ってるから準備が整い次第。西口よし。準備はできたか？うん。僕の方も。では、あとはクローネ峠は街道をずっと西、先は長いけど。はい。それじゃあ。僕の番だね。撤退を開始する。囲まれたか。任せて。一旦引くわ。じゃあね。行くよ。撤退を開始する。無事逃げられたみたいだね。僕の番だね。遅い。私の番ね。私の番かしら。はっ。くよ。はあ、任せなさい。任せて。私の番ね。はあ、私の番かしら。だらしがないわね。行くよ。私の番ね。私の番かしら。はっ、あら、もう終わりなの？行くよ。私の番ね。私の番かしら。はっ、行くよ。はっ、戦闘終了。先に進もう。あれ、なんだろう。待ち伏せ。落ち着いて、大丈夫よ。前にも後ろにも。よし、後方を守れ。エッセル、分散しちゃダメよ。ってもう完全にもしかして。後悔するなら後でね。こうなったら僕の番だね。遅い。私の番ね。はー、任せなさい。お仕置きしてあげるわ。せい。僕の番だね。捕らえた。私の番ね。任せなさい。はっ。行くよ。戦闘終了。先に進もう。どうわったね。はあ、いあんなこら、調子に乗らないの。判断ミスさえなけま、さてと、また魔獣がそれは困る。さあ、関所はもうはあ僕の番だね。はっ。任せて。任せなさい。僕の番だね。任せなさい。それ。任せて。一旦引くわよ。はあ、任せなさい。アーツ、駆動。僕の番だね。行くよ。やっ。だ。僕の番だね。私の番かしら。お仕置きが必要みたいね。覚悟なさい。行くよ。行くよ。断固して。僕の番だね。はっ。こんなところで。任せなさい。一旦引くわよ。はあ、任せて。一旦引くわよ。まだまだいけるわ。僕の番だね。はっ。私の番ね。僕の番だね。私の番かしら。そこ。任せて。はっ。行くよ。任せなさい。そこ。あら、もう終わりなの？ほっすとか。お疲れ様っす。龍安。あとは。いや、何それ。元気でお仕事はもではなんだかやたらと元気な人が来たわね。純僕たちええ誠意ねえそういつまでもさてと行くよ。任せて。任せなさい。行くよ。捕らえた。私の番かしら。はっ。私の番かしら。そこ。だらしがないわね。行くよ。私の番ね。私の番かしら。そこ。僕の番だね。戦闘終了。先に進もう。行くよ。任せて。任せなさい。はっ。行くよ。はっ。任せなさい。はっ。任せて。はっ。この調子でいくわよ。いくよ。遅い。任せなさい。そこ。任せて。この調子で。僕の番だね。いくわよ。任せなさい。お仕置きが必要みたいね。覚悟なさい。僕の番だね。これが私の実力よ。さて、そろそろ噂に名高いアンテリベール料理の真髄を。行くよ。捕らえた。僕の番だね。行くよ。断固して任せなさい。お仕置きが必要みたいね。覚悟なさい。任せて。僕の番だね。私の番かしら。アーツ駆動、僕の番だね。ね。任せなさい。そこ。私の番かしら。そこ。僕の番だね。はあ。私の番ね。はあ。つい。私の番かしら。そこ。行くよ。はあ。はっ。任せて。はあ。つい。うん。もう大丈夫だ。行くよ。つい。任せて。えい。任せなさい。はっ。私の番ね。はっ。行くよ。つい。私の番かしら。はっ。任せて。あつくどう。僕の番だね。任せなさい。はっ。私の番ね。えい。行くよ。はあ。任せなさい。そこ。私の番ね。えい。私の番かしら。そこ。任せなさい。あつくどう。私の番かしら。そこ。任せなさい。お仕置きが必要みたいね。覚悟なさい。あら、もう終わりなの？行くよ。行くよ。ダントツ。私の番ね。私の番かしら。僕の番だね。任せて。えい。私の番かしら。はっ。だらしがないわね。これで依頼達成ね。これで依頼達成だね。やった、ランクアップよ。うん、お疲れ様。何か依頼を。私の番かしら。お仕置きしてあげるわ。せい！私の番かしら。そこ。行くよ。私の番ね。任せなさい。だらしがないわね。あれ？おっと。シェラザードか。珍しいところで会うもんだな。それはこっちのセリフだわ。オート方面にいたと思ったけど、あんたも事件を調べに来た口？いや、野暮用でな。そういや、例の事件は空賊の仕業だったらしいな。しかしお前が来たんだったら安心して任せられるってもんだ。せいぜい頑張ってくれよ。何よ、冷たいじゃないの。先生が捕まったかもしれないってあんたも聞いているはずでしょ。捕まった？あのカシウス・ブライトが冗談きついぜ。あの食えないおっさんが空賊ごときに遅れを取るもんか。なんかの間違いに決まってるさ。私もそう信じたいけど。何なのかしらこの日。わからないけど遊撃士であるのはた。ところでそこのガキどもは何だよ。見たところ新入りみたいだが。ふん、聞いて驚きなさい。カシウス先生のお子さんよ。こりゃ驚いた。あのおっさんの子供かよ。はあ、こいつらがね。ふん。何をジロジロ眺め回しちゃって。黒髪の小僧はともかくそっちの娘はど素人だな。本当におっさんの娘なのか？あ、なんですって？彼女は正真正銘カシウス・ブライトの娘です。僕の方は養子ですけど。はあ、そんなことはどうでもいいか。どうでもよくない。じゃあな、白里。ガキどもに足を引っ張られないようせず。はいはい。あんたこそ突っ張りすぎて痛い目に遭わないよう注意なさい。肝に銘じとくぜ。そうだ、白里。廃校方面にいた手配魔獣を退治したっていうのはお前か？ええ、そうよ。正確には私たちだけど。見習いなんざ頭数に入れても仕方ねえだろう。ま、その調子で空賊探しも頑張ってくれや。じゃあな。めちゃめちゃなるほど。今の人が銃剣のアガットか。銃剣のアガット？アガット・クロスナー、遊撃士協会の聖遊撃士よ。特定の所属支部を決めずに各地を回りながら活動しているわ。獲物は魔獣を一刀両断にできるほどの質量のある体験。言っておくけどかなりの凄腕よ。ふん、そういえば父さんの実力は認めているけど、いろいろと先生に対して、まあどうでもいいか。あんな失礼なやつのラベンヌ村に。さてと、例の目撃情報について調べてみるとしましょうか。とりあえずまずはまあ顔はい。どうした？え、それ、いえ、こちらで。な、せ、け。いや、ところで。む、ぎ、な。とり。うん、そんじゃ。な。お姉ちゃんたち見かけない顔だね。フルーツ買いに来た商人さん？ふん、それが違うのよね。何を隠そう、ブレイサーよ。ブレイサー？アガットお兄ちゃんと同じ？でもお姉ちゃんそんなに強さ、はっきり言ってくれちゃって。でもこの華麗な棒術を見て、果たして同じことが言えるかしら。わっ、くるくる回ってすごいや。ふふふ、思い知ったかね。それじゃあもっとすごい技を。エステル、はしゃぎすぎ。それよりも、もしかして君がルーイ君？あ、うん。どうして名前を知って？村長さんに聞いたんだ。君がその時のことを聞きに。え、兵隊さんが調べて何も見つからなかった。うん、それでもいいんだ、できる限り。うん、あのね、僕それで夜中に家を抜け出してここで星を見たりするんだけど、この間の夜、夜空に2つの影が動くのを見かけたの。え、ちょっと待って、空飛ぶ影って2つもあったの？うん。あ、大きさは違ったよ。まるで親子連れみたいだった。大きさの違う2つの影。定期船と空賊艇、そう考えると辻褄は合うわね。確かに森に現れた船は。それでその2つの影は北の、そのまま見えなくなっちゃった。北っていうと村の裏口からさらに山道が続いているわ。ずいぶん昔に廃校になった七曜石の鉱山があるみたいね。兵隊さんたち北の山道を徹底だから、僕が寝ぼけて夢を見たんだろうって言って、それでバカにしたように笑って。ああ、もう男の子が泣いたりしないの。私たちは兵隊とは違うよ。君の話が夢なんかじゃないってちゃんと証明してあげるんだから。本当？本当も本当。どーんと任せなさいって。だから君もベソ書いちゃダメだからね。うん、お姉ちゃんいい人だね。相変わらず子供に好かれやすいみたいね。ええ、あれも人徳かもしれません。ん？どうしたの？いや、なんでもないよ。それよりもやるべきことは決まったみたいだね。うん、早速村の裏口から。僕の番だね。私の番かしら。そうはさせないわ。はっ、行くよ。私の番ね。行くよ。任せて。私の番かしら。そこ。行くよ。うん、もう大丈夫だ。僕の番だね。私の番ね。この調子で。僕の番だね。任せて。私の番かしら。お仕置きしてあげるわ。せい。行くよ。はっ。戦闘終了。先に進もう。